この企画はゲストとともに思う存分打って語って飲んでもらう企画です。それでは開店。サッチャレが最初に一回閉じる時ってやっぱすごかったんですよ、お客さんが。おう、まあ、もちろん換金できないけど全員最後ジャグラペカラして打たないって終わるっていう。へなんだこれみたいな感じの感動絵巻になってましたね。そんな中 無許可のエミさんが金のスーツで現れて、許可も取らずに来てたらしくて、サッテルの P があれ誰ですかっていうちょっとざわついてた。なんか普段写真撮られて写真撮ったもんな。やっぱあの人すげえなって言いながら目合わないようにしよう、怖いから。知らない人に対して僕そういうすぐ嫌な目線で見ちゃうというね、悪癖があるんで。俺のことじゃあどう思ったんですか、あんなの。ああ、このタイプの酔っ払いねみたいな。あ、いたんですね過去に。まあ岩間タイプだよね、だからガイドワークス。ああ、ポーカー岩間って編集部員だ。そう、酒癖がめっちゃ悪い。めちゃくちゃ悪い。あと最後はハミスタが原因でクビになっちゃうっていう。ハミスタが原因、社内でハミスタやりすぎてて、まあ、それが直接の原因ではないんだけど、まあそうしとこっていう要因としてね。山君はやっぱすごかったよ、本当に。本当に何だろうな、昔の風変わりな感じの編集者で、昔設定をオープンにしてる店あったから、はい、あったんですよ、はい、6で負けたと、はい、どういうことだってブチ切れて、店員に必勝ガイドの岩間と申しますって名刺出して、本当に毒なんですかって。やばいぞ。看板勝手に使っちゃってる。いや、でトップの鳴沢さんという人がそういう変わった行為が大好きで、まあ、岩間じゃしょうがねえなって。もう鳴沢さんはね、本当に岩間のそういう変わったことするのが大好きで、もうしょうがねえしょうがねえ、まあ気にすんなって言って、で岩間次の日も行くんだよその店に。すごいメンタルです。同じ設定が打てるって聞いて。次の日は5000円ぐらい買ったのかな。5000円なんですか。いや、岩間君はやっぱ怪物なんだよな、本当に。いい人なんだけどね。なんか辞める時も関さん手紙来ました、岩間からメール。メール来たよ、ね、うん、全ライターに僕の思うライター表みたいなのを書くの、ライター印象を、うん、そういうなんだろう、情に熱いとか、うん、あと岩間ってタレントすっごい綺麗なの、うん、予算とかもきっちりやって、余ったらこんだけ余ったんで皆さんに、はい、分配しますと、原稿料とかいうタイプなんで、ライターの信頼はいいんだけど、うん、まあ、とにかく上の受けが悪いよね。鳴沢さんは本当岩間が大好きだったから、鳴沢さんがいなくなったらまあクビになっちゃうなっていう、うん、ある意味人気編集者ではあったんだけど、うん、もういなくなったね、やっぱ小粒になったよね。まあ何が小粒か大粒かも分かんないし。そういうのでなんか OK な時代だったと思います。 OK でしたね、やっぱ。あと、まあ、昔だと岩佐くんとかが、スローだと岩佐くんが変わって、ジョブリン、ジョブリンがね、うん、その岩佐くんとずっと編集部に残ってエロい話してたんですよ。そうか、立ち違うみたいなね、はい、その時にたまたま馬場さんっていう女の編集者がいて、はい、ごめんね女の子にこんなこと言っちゃって、聞こえちゃったねみたいなこと言った後、はい、でも通貨ババさん濡れてきたべって言ったのよ。狂ってるな、今さ。最低でしょ。いや本当ね、通貨ババさん濡れてきたべじゃねえんだよって思って、ババさんがさすがに岩佐殺すって言ったよ。いや殺していい殺していいって。まあそれ25年ぐらい前かな。いやすごかったね。岩佐君だって最初の原稿が、好きな汁はおめこ汁、どうもジュポリー岩佐です。そう、91バトルにね、編集者がまあ新人だから出さされるわけよ。そうそう、ひどい。そう、それを、うん、それをでもウイチが未だに悔しがってんだ。あんなんやったら誰だってウケるわっつって。ウケてねえんだよ。なんかね、ほんと当時やっぱ変わったことしたら勝ちみたいな風潮はとにかくあった、うん、それで言うとあれですよね、何でしたっけ、大会選手権やって、うん、違反をいたとか。ああ、それ大キープ選手権ね。エスパス2号店っていうのが、はい、もう我々にとってのオアシスみたいなね。何やっても怒られない。ババっすね、高田のババね。そう、まあ、やろうって言うんで、違反を置いたりとか大根を置いたりとか、そう、チラ見をするんだけど、違反チラまずい。でもこれはなんか大きなトラブルになりそうだから、ずっともうぶっちぎりで優勝して。注意なしですか。注意なしですよね。まあ、やっぱりこっちもね、イオンの2階といえば我々ぐらいの感じで足は運んでたんだね。乗客ではあったので。その他変わったものは何を置いたんですか。
大根とかタバコとか普通に大根、うん、タバコは普通ですよ、ね、あと金魚も入れたよ下皿にね金魚下皿に金魚入れたんですよねそう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 水を入れ張って水っていうかラップに水張ってこういう感じで、うん、それはそうだよやっぱ金魚殺しちゃまずいからねだから縁日で持って帰れるそのままのパックでそう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 いう感じですよ当時は自由でしたしね超炎上するでしょ、ね、そうなんですよねだから業界初とか誰もやってないことにやれば勝ちだと思ってたしあ、まあ、変なことやってもなんとか選手権ってやったら大丈夫だそれでなんかこう丸く収まるみたいなそうっていうね変な空気感はねだからやっぱ売れない間ってそうなるんだよねやっぱ変わったことすりゃ勝ちみたいなねもう見えなくなってんだな自分のことが大木ヒカルさんとかさなんか葬式のやつのさ、うん、動画ありましたよ、ね、あったよ、ね、内閣育ちの葬式でああなるほどああそうそれの雑誌の担当が岩間なんですよそうそうまあ多分あれキュインマニアかなんかだってそうキュインマニアオキスロに特化した増刊出して、うんまあその岩間君って叩き系大好きだからあそうそうそうめちゃくちゃ面白かったですあれは面白いですあれはやばいです、ね、あれはやばいです岩間君のすごいとこは仕組み一個も理解してないの好きなのなんだろうドキドキできればいいのよ、うん、カジノとか行ってもバカラやったら絞るじゃん、はい、絞るのは絞った位置で何が見えたら何だか熱いみたいな感じであるんだけど、うん、山君そのシステム分かってなくてただ絞るだけっていうでもう分かるじゃんもう絵札じゃなくてピクチャーじゃなきゃダメな時で線出ない時点でアウトなのにあいつずっとやってるからいやいや無理だよっていうどういうことなんですかっていう本当にね変わった人山君はめちゃくちゃギャンブル弱かったしね山君はそのだからちょうどねポーカー夢中だった頃にこれに50万くらい借金あったんだよでちょうど お子さん生まれるからじゃあ子供の名前を皇帝と書いてロイヤルにしてくれたら50万チャラにするよって言ったらあいいっすねって言って嫁に電話したら殺すって言われたお前ふざけんなよそりゃそうだ、うんいい名前だと思ったんですけどね結果してくれたよお金はいやそういうこともあったね岩間君岩間君は本当やっぱスター編集だったなその今何やってらっしゃる今ね今月から働き出します失業手当が切れたんででももうお子さんももう成人してるんであそんなでかいんだお金も必要ないんではいそうさあすみませんあと5分になってしまいましたえ企画始まって以来のまさかの当たらないまで当たりなしでノーミッションだよ149しかもめっちゃだからここにいる時より喋るやん喋りすぎだいや不安になんだよねあとまあ岩間にはやっぱもっと伝えることあるなと思って岩間君って本当にスターなのよそのなんだろうギャンブルしてても岩間さんとよく一緒に遊んでた上野光明さんというライターがボンズラがいいというか他のお客さんに構われるっていうタイプで上野さんとかやっぱり絞りがすごいいいから他のお客さんが絞る権利の持った お客さんが兄ちゃん絞ってよって言われるような感じで岩間は分からずに絞ってんだけどでね岩間さんそのやっぱ降りることを知らないから時々ものすごいでかい勝負を決めたりするんですよでねポーカー屋でロイヤルを叩けるポーカー屋があってポーカー喫茶が、うん、1円ポーカーでロイヤルを叩けるんでしょうみたいな感じで悩んでるお客さんがいて、うん、そしたら店員がこのお客様はかつてロイヤル叩いて決めましたよって言ったんだけど山さんその時めちゃくちゃ負けててブチ切れてたようっせポケって店員に食ってかかるっていういつが走ってたよあすごいなやっぱスターだなって思ってポーカーは狂ってたなめちゃくちゃ負けてた本当それってそれ当時は合法というか合法なわけないよ合法なわけないよでもポーカーはね、シノケンもはまってたんじゃない？シノケンはでもちょっとする。シノケンはカジノカジノか、ね、そう。地下カジノで全部吸ったとこなんかない。うん、そうだ。ポーカー送りってことは分かってて、分かってる、分かってる。分かってて負けて怒るんですか？うん。朝の5時に切り替え、一回閉店になって2000円またもらえるんだよ。その時期にみんなで行ったりとかしてたよ。いやー、ほんと。一個も使える話じゃないような気がする。大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。まあまあ。まあまあ。ミッションやりたいっす。でもなんか。150。いやもう急いで急いで。いやでも面白いっすね。ね。スロットマンスロキシで、
うちながら一番喋ってくれた回です。あ、よかったです、うん、よかったです。まあでも最初の人の話は使えないから、ほとんど使えない現在のとこまで話すと本当に大変なことになる。それ最後終わってから教えてあげる。それはちょっとラーメン食いながらどうですか。大変でもないんだけど、まあまあそうね。奥さんと木村さんの番組、もう何年やってるんですか、アロマティックと。あれ9年ぐらいやってる。いやだからやっぱりすごいよねって思うよね、うん、そんな仲良くないはずなのにって、思っちゃうんですよね。タイプが全然違うじゃない、うん、例えばガルさんと木村君とかっていうのは、うん、やっぱり、うん、ああでもちゃんと話すんだな大人だから。でもそういうのはあると思うんですよ、うん、もう30年もやってたらみたいなんでね、はいはい、昔ある高名な漫画家さんが言ってたんだけど、はい、30年も経つと当時嫌いなやつもやってんだっていうだけで好きになっちゃうって言ってましたよ、うん、その漫画家さんが誰かが言いたいんだけど、やっぱ今は言いづらい状況なんでそうなんですか、うん、その人今割と就活と燃えてるから、さんなんですけど、正解は今揉めてるの。そうと飲んでた時に、ああもうあれだね、昔あいつ嫌いだけど今もうやってるだけで嬉しいね、同じ世代のやつがっていう。そうそうそう、今さんのあれでなんかと揉めてますよね、フラッシュとかね、うん、なんでちょっと出しづらいなと思って。でも9年目ですね。だからそのゲストが出るようになってからいろんな人に会えるのが面白いけど、僕基本的に人見知りだし、あんまりなんか興味ない人と上手に話すタイプではないんで、まあ露骨にやっぱテンション違いますよね。確かにね、やっぱヤングさんと大崎さん来た時は楽ちん、はいはいはい、とかも楽ですよね、うん、でもまあやっぱ面白いのは面白いですよ、いろんな人の話聞けてっていうのはね。大崎さんあれだいぶ収録でも飲んだんですか、やっぱり。いや全然飲んでないよ。なんか大崎さんもやっぱり緊張しいではないな。でもそんなに本番に強いタイプじゃないんですよ、大崎さんって。もともとだからまあまあ苦手だろうなっていう、自分でいっぱい喋ることで緊張をごまかすっていうのは、そういうの言っちゃうんですよね、木村君が。今いっぱい喋ってるのは緊張を隠すためかっていうための告白が続くなとかみたいなことをそう、関さんね来てくれたけど、うん、関さんの時は音楽の話いっぱいしてくれたんで、ね、うん、こういう NG とかあるんですか、キャスティングの中で。まあしてない人は NG なのかなと思うのが露骨にはないんだけど、なんとなく避けてる感じがあったりするのはあるよね。そう、もうここは口シャックだラーメン食べながら喋るよ。さあお時間になりました、はい、ちょっと待って、それちょっと185回転です40分ぐらい回してますからね。こんなに何も起こんないで、なんかちょこちょこなんか起こる印象。そうですね、特に起こってない、まあ180回ぐらい。そうね、そうね、まあ、難しいよね。まああまり大はその重要視しない、はい、はい、気になさらずに。あー、リコ3年おめでとう。不思議ですよ、でもこうやって関さんと話してるとかってやっぱ関さんとかは男前チームだから、あのイケメンズなんですよ結局。イケメンズ、イケメンズ。僕とか小本社とかはイケメンズとしてブサイク軍団として俺たちはデブとしてファッパチをやっていこうって言ってたからでもやっぱりそうですね、長くやっていくとやっぱりみんな仲良くしようねと思うよねっていう感じはありますよね、うんうん、はい、お疲れ様でした。はい、はい、ということでですね大変盛り上がりに盛り上がりすぎて190回転でございましたけど、ちょっと寝すぎたったね、ごめんなさい。いや、いいと思いますよ、うん、いや、こういう回なんですよ、この番組って、うん、はい、一応バーなんで、うん、なるほど、はい、うん、くだらないことを喋って、はい、うん、みんなでゲラゲラしようっていう、はい、だって台の性能をこれでどうしようなんていう視聴者は多分ゼロです、うん、何にも分からなかったです。いや大丈夫です、うんうん、体の大きなオーバーオールが回して何も起こらなかったです、はい、そうね、ごめんなさい、はい、いやいやいや、非常に楽しい話をありがとうございました、はいはい、というわけで今回は、大津さんをお迎えしまして、はい、大変面白い話をお聞かせいただきました、はい、かなり P が入っていると思いますが、そこら辺はご了承いただいて、うん、はい、はい、ということでまたちょっと話足りないんでそうですね、また来てください、はい、うん、はい、ということで
そんな感じで今回は以上となります。はい、ありがとうございました。なしたご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバーイ。